はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日なんですが、ガチ構築バレットデッキをね、また組んできたのでご紹介していきたいなと思います。一回ねバレットデッキ動画にしたことあるんですけど、まあちょっとね構築変わってまして、かなりですね、ガチを意識してましてですね、ランクマで勝つための、構築に今回はなっておりますと。でですね、これなんでバレットを今組むかというとですね、新パックでいくつか新規カードがですね追加されているんですよ。まあ、例えばバレルコードドラゴンであるとか、あとそれからデトネーションコードっていう、まあそういうカードがこれね、追加されているんですけれども、まあ、この辺のカードを本当は活躍させようと思ってデッキ組んだんですけども、最終的に全部抜けたっていうこれを活躍させたんですよ、俺は。バレルコードを。いまいち、弱いというか、他のモンスターの方が強いと言いますか、非常にその救済系モンスターであるということで、ちょっと今回バレルコード君にお休みをしていただいて、マジで、普通にやっぱ、強い構築に、ならざるを得ませんでした。で、何が、これ辛いかっていうと、バレットって、展開力がそこそこ、例えばワイバースターとかクラブサーフェット入れると割とそこそこ展開力出るんですよ。ですけどこのね、こいつ縛りなんですよね。このバレットトレーサーっていうモンスターめちゃくちゃ強くて、表側のカード破壊してなんかバレット出せるっていうすげえ強い効果持ってるんですけども、フリーチェーンで。これが闇属性モンスターしかエクストラデッキから出せないっていう縛りがあるんですよね。これがやっぱりバレットって一番辛くてですね、例えば、ドラゴン族デッキのお供である、例えば天宮であるとか、ロムルスであるとか、ああいうモンスターを出せないんですよ。バレットトレーサーを使ってしまうと。なので、この制約の中で、展開をしなきゃいけない。もちろんですね、OCC の方ではバレルエンドドラゴンっていうリンク5のマジでぶっ壊れモンスターがいるんで、そいつがいるからめちゃくちゃ強いんですけども、それがマスターにはないんで、そうなった時に何をし、出していけばいいかと、僕の結論、先行の結論ね、天宮の聖国院プラスアビスかサベージ、または天宮の聖国院プラスアナコンダプラスデスペニー、これです。これが結論で、最悪モンスターが2体しか並べなかったらもうデスペニー出す、じゃないと勝てん、この環境は。デスペニーが強いから、こいつをね活躍させれるから、これ闇属性なんですよ、アナコンダとデスペニーは。もう相性が素晴らしい。バレットトレーサーの効果を使っただけで、なんとアナコンダとデスペニーが出るということですね。はい、素晴らしいですこれは。はい、ということで、今回はこのギミックを使ったバレットデッキという感じですね。はい、で手札開発もねふんだんに入ってまして、ウララとかゾウジーとか、エフェクトベーラーとか無限法要とか、入ってまして、一応まだ僕プラチナタですけども、プラタイだと普通に5連勝ぐらいできたんで、結構強いかなとデッキとしては思うんで、ぜひねバレットをちょっと組んでみたいなという方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。早速ね、我が道を照らす未来回路をお見舞いしていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ新パックで強化されたバレットデッキかっこ新パックのカードなし構築をやっていくぜ。新パックで強化されたらしいからな、バレットデッキ、大好きなバレットデッキ組んできたが、一回作った構築からだいぶ強くはなったが、新パックのカードは1ミリたりとも使わなかった。一応入れてはみたがどんどん抜けていった。なんでかって新パックで追加されたバレットカードが弱いからだ。何ちょっとハリウラは止められると展開できないか。これはクソが、この幼女は抹殺させてもらう。私は抹殺の指名者の効果、あなたのハリウラは完全に無効化させていただきますよ。ちなみになんですけども、ファン構築とかだったら全然いいと思うんですよね。バレルコードとか入れたりとか、デトネーションコードとか入れたりとか、いろいろできると思うんですけども、やっぱね、このゲームね、ランクマしか遊び場所ないんで、勝てなかったらダメなんですよ。勝てないデッキにね、価値がないので、ちょっとね、残念だから。なんで、ちょっとね、残念ながら、バレットデッキはですね、新規カードいりませんね。個人的にそう思ってます。はい、初手から意味わかんないモンスターいるぞ。我が道を照らす未来回路、召喚条件は効果モンスターに対処現れよ、ベルテアナコンダ。
そしてベルテアナコンダのモンスター効果発動。現れろ我が道を照らす未来回廊。召喚条件はデスリヒーローモンスタープラスレベル6以上のヒーローモンスター。現れよバレルバレットバレッ、デストロイバレットガイ。まこのぐらいで勘弁しといてやるわ。さあ正直トレーサーも引けてない場合はもうこれしかやることないんですよ。暴走魔法陣どうせ破壊しないといけないんじゃないか。これはどっちにしても暴走魔法陣、まあアレイスター破壊しても意味ねえしな。ここは、デストロイフェニックスガイを破壊してアレイスターを結局サーチさせない方がいいと俺は思う。そして、まあ、どうせデストロイフェニックスガイ死ぬけども一応穴込んだんですね。一応ちょっと墓穴とかはまあ最後の最後に打たせたいので、まあ、とりあえずデストロイフェニックスガイの効果を使って相手の召喚暴走魔法陣は破壊していくことができた。さあおーとアレイスターすべきだー。エフェクトベーラー打つしかないんじゃないか。さすがにさすがにエフェクトベーラー、エフェクトベーラーの効果発動、相手のアレイスターをストップ、召喚魔術のすべきだけ本当にやめてください。これで危なかったっすね。あのデストロイフェニックスがなんかワンチャンなんかこれ刺激されてたらなんだっけデストロイフェニックスが除外されてさ、なんかカリキュラがなんか出されるんですよ。召喚獣って愚かな埋葬。何このデッキなんだこれ、何召喚獣だこれ。召喚獣は種類が多すぎてマジで本当に、あーシャドール召喚シャドールですね。はい、なるほど。シャドール召喚獣で人掛けワンドローしていく。メインフェーズ終了前エンド、よしよしよし止まった。オッケーオッケーオッケー、これで墓穴やめてくれ。そしてデステリヒーロー、デストロイフェニックス界の効果発動。オッケー、よし。まあちょっと墓穴だけなの結構やばいですけどね。アブソルータードラグーン、アブソルータードラグーンか、なるほど。まあこれ一応出した方がいいですね。これね出せないから出した方がいいですもんね。出した方がいい。でアブソルーターをドヤ顔で出していく。で手札を減らしたいのでこれゴキブリ召喚ですよこれ。これ魂のゴキブリ攻撃表じゃないこれ。何デッキだよこれ、これ何デッキだよ。一体全体俺は何デッキなんだこれは。でダッシュガイとディバインガイを除外してカードを2枚取ろう。あーもう強いやんけ強いやんけ。現れろ我が道を照らす未来回廊。召喚条件はリングモンスター以外のモンスター2体。現れよ IP マスカネーラ。そしてアブソルータードラゴンが墓地を送れた場合の効果を発動。アブソルータードラゴンは墓地を送れた場合デッキよりバレットトレーサー1体を手札に加えることができる。そしてフィールド上のリボルブートセクターの効果発動。このカードは手札からバレットモンスター2体を特殊召喚することができる。現れよバレットトレーサー。そしてさらにモンスターを特殊召喚バレットシンクロン。そしてバレットモンスターがフィールドに存在する場合アブソルータードラゴンは特殊召喚することができる。そしてバレットトレーサーの効果を発動。バレットトレーサーの効果によりフィールドのリボルブートセクターを剥がしデッキよりバレットモンスター1体を特殊召喚することができる。現れよシルバーバレットドラゴン。現れよ我が道を照らす未来回廊。召喚条件は効果モンスター2体以上。現れろトポロジックトゥリスバイラー。そしてさらに現れろ我が道を照らす未来回廊。召喚条件は効果モンスター2体以上。俺はトポロジックトゥリスバイナとアブソルタドラゴンをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン。現れよバレルコードトーカー。そしてバレルコードトーカーの効果発動。バレルコードトーカーはリンクスワイにしたモンスターのリンクマーカーの数で1000ポイント攻撃力をアップできる。そしてレベル4のシルバーバレットドラゴンにレベル4のシル、バレットトレーサーをチューニング。大主流よそのどう猛なる牙を銃弾に変え撃ち抜け。シェックの召喚レベル8バレルロードサベージドラゴン。バレルロードサベージドラゴンの効果発動。このカードがシンクロ召喚に成功した場合墓地で存在するリンクモンスターを装備しそのモンスターの打点の半分分打点をアップする。そしてこのままバトルフェイスに行こうだ。バトルフェイス、これが俺が考え抜いた、考えに考え抜いた最強ガチ構築バレットレッキャー。行けアクセスインテグレーション。
バレルローとバレルソードがいないって。アクセスコードの方が5億倍強い。やっぱりバレルエンドがないとちょっとやっぱパワーがね落ちますよね。先行でやることマジでないんですよね、バレル、バレルエンドがないと。バレルコードを先行で出す意味はもう分かんないし、まあ、トポロジックがギリギリ先行やることあるっちゃあるけど、トポロジック結局強制効果なのと、あと自分のターンになんか特殊召喚するモンスター用意しなきゃいけないんで結構重いんですよね。それだったら二棒が用意できるその天球プラスアナコンダみたいな展開の方が強くてぶっちゃけなんかトポロジックとかなんか入れてた最初入れてたんですけど、なんかトポロジック知っててもなんか別に弱いしなみたいな感じになりましてですね、結局今の構築に落ち着きましたっていう感じで、影武者ないときた。まあとりあえず増殖する時は通りますか。当たり前に事故ってるんでね、当たり前に事故ってるときはもう増殖する時とかそっち系のニベルとかでお茶を濁していくしかないので、さあサイレントブーツと影武者ないとでレベル3のモンスター2体ってことね。なんだろうな、ロンゴミアート立つやつですかこれロンゴミだけ本当やめてほしいんですけど、ロンゴミはねニビルでなんとかケアできる、できるじゃできるから。まあ3回目ケルビーに出てきた、オッケー。あでも一滴マルチまで割っちゃ全然強いな。アブソルーターコストにしたらすげえ強いしな。でガトルホックオッケーです、ガトルホックオッケーです。でガトル出てきました、オーケー。あー割とハンドは強くなってきたよ。これ全突破してロンゴミアート立ててくるようであれば本当に隕石をぶち込めば相手黙りますからねこれね。ラスティバルディッシュか、これラスティバルディッシュだったら、あここもだから隕石打った方がいいこれ。じゃあアルマゲドンしに行った方がよろしいですね。はいまあちょっと遠く弱めに抑えられたからいいでしょうこれ。守備力ゼロ攻撃力2200のトークン、でこれは倒しやすい非常に。おい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 シクスラグトークンお前にやろう、そのトークンは展開に使っていいぞ。そしてサイレントブーツの効果、ゲームから除外するとファントムナイツマジックトラップを手札に加えることができる。まあこれでフォックブレードかなんかですかね。えラウンジあサンボル、まあいいわサンボルは別にいいわ。ラウンジ対象ないけど、あなんかエクシーサイドないモンスターの上に重ねてなんかランク1個だけ上げれるみたいなカードなんですけど、そんなモンスターいないけどラウンジ、えなんかそのファントムフォックブレードが入ってないのこれ、このデッキちょ知らんけど、ちょバック2枚怖えな。でもまあファントムナイツは意外とねバック強いですからね、まあ、とりあえずマグナバレットは消化しましょう。でマグナバレットからのアブソルーターまで通るかな、まあ、通りそうだな通りそうだな、まあ、リボルブドセクターすべきしてっからなんか通んなくてもよかったけど、ちなみにコラプサーペントの強いところ見せましょうか。ニビルってね属性光なんですよ、これ素晴らしいですよね素晴らしい、こいつの属性が光なのは本当に素晴らしい。ちなみにですね、カオスルーラーとかでサーチするとかもできます、一応。まあ、あんましないですけど。さあ、コラボサーペント一体でリンク召喚、現れよ。ストライカードラゴン、そしてストライカードラゴンのリンク召喚成功時の効果。そして、さらに、チェーンシーコラボサーペントの効果も発動。で、このストライカードラゴンになんかウラとか打ってもらうみたいな、その一応計画なんですけども。ない。なるほど。で、リボルブドセクター2枚目を手札に加えていく。そして、コラボサーペントの効果によって、ワイバースターも手札に加えていく。さあ圧倒的展開力を見せていくぞ。これ全部でモンスター5体くらい並びますからね。まあワイバースターとコラボサーペットもう1回いける、数えればまあ6体くらいは並ぶんじゃないかなと思うんだけど、まあ、とりあえずワイバースターは脳死出しっか。墓地の闇属性モンスター1体をゲームから除外し、ワイバースターを特殊召喚。どうしようかな、できすぎ、いろいろできるんだこれ。天球か、天球だな、天球して、天球かこれ。天球である必要もねえか別に。でアブソルーター効果一応発動する。でアブソルータードラゴンの効果によって、手札にバレットモンスター一体を加えることができる。そして現れろ、我が道を照らす未来回路。召喚条件は効果モンスター2体以上。私は天気の聖国員とワイバースターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン現れよ、トポロジックトゥリスパイナ。そして手札に存在するリボルブートセクターを発動。リボルブートセクターの効果により手札からバレットモンスター
同盟ではないバレットモンスターを2体まで特殊召喚することができる。リボルブートセクターの効果により俺は手札よりバレットリチャージャーとバレットトレーサーを特殊召喚。現れよバレットリチャージャー、さらにバレットトレーサー。そしてリンク先にバレットモンスターが特殊召喚に成功した場合、トリスバイナル効果はさらにその効果にチェーンし、バレットトレーサーの効果発動。バレットトレーサーの効果によりリボルブ特殊性を破壊し、デッキよりバレットモンスター一体を特殊召喚できる。トリスバイナル効果によりマジックトラップカードは全てゲームから除外させてもらう。そしてバレットシンクロンを特殊召喚。うわーぶわーしょつえー、あなんだヤブヘビア、ヤブヘビアやばい、やばいカード踏んだ。待ってくれ。あまあでも一応あれか、伊勢の最終戦士って打点いくつだっけ、2350かなんかってやつ確かね。いや大丈夫だ、トゥレスバイラーで殴り切る、なんとかなる多分。あぶれ、トゥレスバイラー出しといてよかった。トゥレスバイラー2500だから多分大丈夫だな。まあアルティメットファルコンとかでもアクセスでぶん殴れるし多分大丈夫ですね。これ何が出てきてもあんまり今これ出てきたら終わるみたいなカードは多分ないと思います。戦闘で突破できればアークレベリオン、エクシスドラゴン、あなんかそれにあれかな、ファントムナイツかなんかしなかったのかな、ファントムナイツラウンチ。なるほど、なんかでもそれ何もしないですよね今ね。このモンスターあの脳筋なだけなんでマジで相手とは何もしないで有名なんですよ。これやったあとはじゃあスキン展開していいですか。これ現れよ我が道を照らす未来回路、召喚条件は効果モンスター2体以上。これは私はトポロジックトゥリスバイナとバレットシンクロのリンクマーカーセット、サーキットコンバイン、バレルコードトーカー、バレルコードトーカーの効果発動。これがプレイメーカーと私の絆のカードだ。そして私はマグナバレットドラゴンにバレットトレーサーをチューニング。大式竜よ、その獰猛なる牙を銃弾に買い打ち抜け、シンクロ召喚レベル8バレルロードサベージドラゴン。バレルロードサベージドラゴンの効果発動。バレルロードサベージドラゴンの効果により墓地のトポロジックトゥリスバイナー装備。そして手札よりマジックカードフュージョンデスティニーを発動。現れよ我が道を照らす未来回路、召喚条件はデスティニーヒーロープラスレベル6以上のヒーローモンスター。現れよデストロイバレットフェニックスガイ。はい最強。いやはっきり言ってこれが一番強いのよ。バレット展開せずにこれが一番強いのよ。もうしょうがない、もう頼むからバレルエンドをくれ。おいコナミ聞いてるか、バレルエンドよこせって言ってんだよ。アクセスインテグレーション。バレルエンド来たらまたお会いしましょう。バレルコード誰やねん。まあ手数は稼げるな、手数は稼げる。カップオブエース、ろくなカードじゃねえかと使ってんな。このカード入ってるデッキは本当にうわー、そういうタイプのデッキ、カップオブエースとチキンレーズ入ってるデッキでまともなデッキは見たことがありません。はい、あまともなデッキあった、え急にまともな動きすんだお前。なんだお前、ドラグンティレムスとか最強じゃねえか。竜の警告発動、なるほど竜の警告の効果発動、手札は1枚捨てで、いやーこれは長そうだぞ、長そうだぞこれ。ブラックスピア、面白いカード入ってんな。そこあレガティスじゃないんだ。王家の神殿、やべえまともなデッキじゃねえこれ絶対。これなんだこれ、王家の神殿効果、リンネ独断、やばいことしてんな。なんだこれ、何やこれ、超獣族、はあ、超再生能力。このカードは私たちのエンドフェーズに自分手札が捨てられたドラゴン族モンスターおよび手札がフィールドからリリースされたドラゴン族の数だけ、なんかあれですね、ドローするやつですねこれ。あなんかやばいこと起きてますねこれ。これ
これもしかしてあれですか、輪廻独断でなんかデッキ引き切るやつですかこれ。あ、これなんか知ってるぞこのコンボ。なんかあれだよな、そうだよね、自分はデッキが通す。だつまりブラックスピアをリリースしまくって、鳥獣にしてリリースしまくると、なんか死ぬほどドローできるみたいなやつでしたよねこれ。え、これ何が起きるのですか、これ。もしかしてこれ一生リリースされるのをなんか見守ってないといけないやつ、これクソ長いやんこのデッキ。エンドフェイズ来た。あすげえドローだ、すげえドロー枚数だこれ。天才だわ。いや天才、いやこれは本当に天才。